宗谷管内、特にこの稚内地方を中心としたエリアになるんですけれども、北海道でも陸の孤島と言われているようなエリアでして、非常に物流の問題があったため、店内備蓄スペースを確保するためにですね、店舗敷地を73坪の大型店舗として出店させていただいております。通常のお店に比べまして、そういった物流面っていうところで滞った時も対応できるようにということで、他のお店に比べても、一般的な冷蔵庫の数というのを、プラスで1台から2台っていう形で対応します。で、6品につきましては、今までが、160キロ170キロ離れた名寄市まで、チケットを買いに行かれてたというお客様がいらっしゃったので、そういった意味ではこの稚内の方々に対するチケットの購入というところに対してはすごく便性が上がったかなというふうに感じております。はい、まだそうは言っても、北海道の中ではローソンってこの出店エリアが多々あるような状況ですので、お客さんに支持されるようなところには全域に出していきたいなっていうのは個人的には思ってます。まあ、ローソンとは限らないですけども、コンビニエンスってライフラインの一つなんだなっていうのをすごい感じたので、であれば求められるものに限りなく応えられるような出店を続けていきたいなっていうのを思ってます。稚内のアルバイトの方々の中から稚内の、オーナーさんになるよって、結果的にやはりその稚内の方々で稚内のお店を盛り上げていくみたいな、そういうような流れができればいいなというふうには思ってます。